好みを追求してみろよ。なんでここで先輩の名前が出るんですか。聞いてるぜ。アッシュとダストはプラズマキャノンを利用してヘカトンケールを目覚めさせたんだろう。あのプラズマキャノンを作ったのは好みだ。だからこの事件の黒幕は好みだ。そうだ、そうなんだよ。実はヘカトンケールの件の首謀者もあいつだ。俺はあいつの命令の通り動いただけだ。何言ってるんですか。あんた自分の部下に罪をかぶらせる気かよ。最低だな。お前が何を言ってもこれが事実なんだ。みんな信じてくれるはず。先輩だけじゃなく局長にまで罪をかぶらせようって言うのかよ。暁が、いや大取りが終わっちゃうかもしれないこの状況で、なんで自分のことしか考えられないんだよ。俺が俺自身を守るのは罪じゃないだろ。まあせいぜい頑張るんだな、ブラックランブスの諸君。